ニコラエ・チャウシェスク。ニコラエ・チャウシェスク。1918年1月26日から1989年12月25日は、ルーマニアの政治家。ルーマニア共産党書記長。1965年から1989年。ルーマニア社会主義共和国国家評議会議長。196年から1989年。初代大統領。 1974年から1989年。1960年代から80年代にかけての24年間に、渡り、ルーマニア共産党政権の頂点に立つ、独裁的権力者として君臨した。1960年代後半から70年代にかけて、東欧社会主義権にあって、ソ連から距離を置いた自主的な外交政策を展開し、 国際政治の鍵を握る人物の一人として注目された。だが1980年代に入ると、強権的な統治や個人崇拝、国民生活の窮乏に対する内外の批判が高まった。1989年の東欧革命の最後を飾る流血の政変、ルーマニア革命によって権力の座を追われ、ワルシャワ条約機構加盟国の中で唯一処刑された。 国家元首である。1918年、ルーマニア王国オルト県、スコルニチェシュティ村の農家にて、10人兄弟の3、何として生まれる、を参照。11歳の時、工場で働くために、首都のブカレストに移住する。1932年、当時は、非合法組織であったルーマニア共産党に入党し、1933年に、逮捕される。 翌1934年には、鉄道職員試験に単眼抗議する署名運動の先導二度目を理由に、再び逮捕された。逮捕当時の警察によるチャウシェスクに関する記録には、危険な共産主義の先導者、共産主義の配布者、反ファシストのプロパガンダといった記述がある。その後チャウシェスクは地下に潜伏するが、反ファシスト活動の罪により百三十六年に、 ドフタナ刑務所に投獄された。獄中でエレナ・ペトレスクと出会い、後の1946年に結婚。チャウシェスクはエレナを終生の伴侶とし、以後、エレナは生涯にわたって夫の政治人生を支えることになる。1940年、チャウシェスクは再び逮捕され、投獄される。1943年にはトゥルグジュの強制収容所に移された。この時に、 ゲオルゲゲオルギュデジと出会い、収容所での生活を共にする。1945年5月8日、第二次世界大戦の敗戦によって、ルーマニア王国は崩壊し、ルーマニアはソビエト連邦に占領された。この頃、チャウシェスクアの初期を務めていた、1944年から1945年。1947年、ルーマニア共産党が権力を握ると、 チャウシェスクは農業省の次官を、そしてゲオルゲゲオルギュデジのもとで国防次官を務める。1952年、ラ・モスクワ・派共産主義者が追放されると、チャウシェスクは中央委員会の委員となった。1954年、正式に政治局の一員となり、党内の序列では2番目に高い地位にまで上り詰めた。1965年3月19日、 1948年に共産党は社会民主党を併合してルーマニア労働者党と解消していたの初期長であったデオルゲデジが死去する。チャウシェスクはデジと昔からの親友ではあったがデジが死んだ時点では明白な後継者というわけではなかった。だがデジ死去後に政治局内で後継者をめぐる対立が起こり妥協の候補としてチャウシェスクに白羽の矢が立った。 こうして、チャウシェスクは労働者党の第一初期に就任した。チャウシェスクの最初の仕事は、政党名をルーマニア労働者党からルーマニア共産党へ戻すことと、国名をルーマニア人民共和国からルーマニア社会主義共和国へと変更したことであった。1967年、チャウシェスクは国家元首である国家評議会議長となり、自身の権力を強化した。 政権を獲得してから、しばらくの間の外交政策は、ソ連と距離を置く親西欧路線を取り、ルーマニア国内及び西側諸国で人気を得た。1960年代、ルーマニアはワルシャワ条約機構へ積極的に干渉し、1968年のチェコ事件に対しては、チェコスロバキアへのルーマニア軍の派遣を拒否して、ソ連を公然と非難した。一方でソ連は、 共産主義ブロック内で独自路線を行くルーマニアの態度を上辺だけのものとさほど重要視していなかった。こうした外交策によりチャウシェスクはアメリカ合衆国及び西側諸国から解放政策の推進を持ちかけられることになった。ルーマニア社会主義共和国はドイツ連邦共和国西ドイツが承認した最初の共産主義国であり IMF 国際通貨基金やガット、関税及び貿易に関する一般協定にも加盟し、アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソン真っ先に迎え入れた。また、ニクソン大統領の中国訪問も仲介しており、1971年6月に中ソ対立最中の中華人民共和国を訪問し、8月には軍事代表団も訪中してるマニアは、 ワルシャワ条約機構の名国であるのにもかかわらず、ワルシャワ条約から脱退したアルバニアのエンベルホッチャのように中国から軍事品を導入し、同年10月に国際連合でアルバニアなどと共にアルバニア決議を同提案して中国の国連加盟に一役を買った。同じくソ連と距離を置く社会主義国だったユーゴスラビアとは東ヨーロッパでは 共産主義ブロック崩壊前の欧州経済共同体で貿易協定を結ぶ唯一の国もあった。1973年に米国の支援するチリクーデターによって社会主義的なサルバド・ールアジェンデ政権を打倒したアウグスト・ピノチト政権とは中国と並んで国交を維持した数少ない共産だった。チャウシェスクは東側諸国の国家元首だったが 前述のように西側諸国へ積極的にアプローチし、アメリカ、フランス、イギリス、スペイン、日本など、西側主要諸国へ公式訪問する中で、改革を達成した共産主義のアピールを行った。また、チャウシェスクは自身を、見識ある国際的な政治家とアピールしていた。1974年には、大統領制を導入し、 ルーマニアの初代大統領に就任した。1975年4月4日から4月9日にかけて日本を訪問し、昭和天皇、4月4日、三木武雄首相、当時4月5日と会談した。1977年にはイスラエルを訪問した、エジプトの大統領アンワルアイコールサー、当時と会談し、国際情勢に関して協議した。ルーマニアは、イスラエルと、 PLO、パレスチナ解放機構の両方と正常な外交関係を維持した唯一の国でもあった。また、西側諸国によるモスクワオリンピックの大規模なボイコットの報復として、東側諸国がのきなみボイコットした1984年のロサンゼルスオリンピックにおいても、ルーマニアは他の東側諸国と足並みを揃えず、中国と共に参加した。こうした姿勢は、 西側諸国からは称賛されたものの、ソ連や東ドイツなどの東側諸国から品縮を買った。1966年、チャウシェスク政権は、ルーマニアの人口を増やすため人口妊娠中絶を法律で禁止とした。妊娠中絶は42歳以上の女性、もしくはすでに4人、後に5人に変更以上子供を持つ母親のみ、霊的に許された。 ルーマニアでは5人以上子供を産んだ女性は公的に優遇され10人以上の子持ちともなると英雄の母の称号を与えられたがほとんどの女性は興味を示さずせいぜい子供2から3人程度ルーマニアの平均的な家庭であったを参照。また秘密裏に行われた妊娠中絶の結果障害を負った女性あるいは死亡する女性も少なくなかった。チャウシェスクは 上昇傾向にあった離婚率にも目をつけ、離婚に大きな制約を設け一部の例外を除いて禁止した。1960年代後半までにルーマニアの人口は増加に転じたが、今度は育児放棄によって孤児院に引き取られる子供が増えるという新たな問題が生じた。これらの子供は十分な栄養も与えられず病気がちとなり、 さらに子供を失なせた場合にはその児院の職の給与が減らされるため無理な病気治療の一つとして大人の血液を輸血されエイズに感染する子供が激増したこうした人工政策で発生した孤児たちはチャウシェスクの落とし子と呼ばストリートチルドレン化するなど後々までルーマニアの深刻な社会問題となった報道ではストリートチルドレンは 最大で1万人強いたとされるが、この政策に影響を受けた1967年からの3年間で40万人強の人口が増えており、一人当たりの育児費用は減ったと見られるものの、大半が成人を迎えているのも事実である。また、同程度の経済状況であった隣国、ブルガリアと比べても、失業率は一貫して低く、雇用の担い手となっているのもまた事実である。また、 チャウセスク・チルドレンが40歳を迎えたリーマンショック前年の2007年までの10年間の GDP 伸び率は隣国のブルガリアやハンガリーと比べても突出して高く、初位、い、人口ボーナスの状況だった可能性もある。1971年、中国、北朝鮮、北、ベトナムを訪問したチャウセスクは、それらの国々のアジアの共産主義体制の影響を受けた。 チャウシェスクは毛沢東と金日生を称賛し、チャウシェスク夫人も毛沢東の妻である後世と信仰を結んだ。ルーマニアに帰国後間もなく、中国の文化大革命と北朝鮮の主体思想のような政治綱領の具現化と国家の大変革を思行するようになる。同年7月6日、チャウシェスクはルーマニア共産党政治局の執行委員会で演説を行った。 この演説はと呼ばれている。1978年、ルーマニアの秘密警察セクリタテアの上級幹部で、あるがアメリカに亡命した。陸軍少将,将でもあったパチェパの離反、亡命は、チャウシェスク政権にとって大きな痛手となり、チャウシェスクは秘密警察の組織、運営の見直しを余儀なくされる。パチェパは1986年に出版した著書、レッドホライゾン、クロニクルズオブ、 エコミュニストスパイチーフ、砲台、赤洋長、チャウシェスク独裁政権の内幕 ISBN978 から47億7040万7702にて、チャウシェスク政権の内情、アメリカの産業に対する代々的な工作活動や、西側から支持を得るための取り組みなど、を暴露シール。パチェパ亡命後のルーマニアはより孤立を深め、経済は停滞した。 チャウシェスクの諜報機関は外国の諜報機関によって逆に侵入を受けるようになり、チャウシェスクによる支配は徐々に弱まっていった。かつてのパチェパの協力者を一掃するためセクリタテアの再編成を試みるも効果はなかった。1968年のチェコスロバキアのソ連からの政治的独立、並びにソ連による同国への軍事侵攻。 チェコ事件に対するチャウシェスクによる抗議は西側主要国の賞賛を呼んだ。西側主要国はチャウシェスクについて反ソ連の一匹狼と考えており、チャウシェスクに資金援助を行うことでワルシャワ条約機構の内部分裂を狙い、チャウシェスクは経済開発のために西側から130億ドル以上の融資を受けたが、この融資が最終的に ルーマニアの国家財政を破綻させた。チャウシェスクは、莫大な対外債務を返済するために憲法を改正し、将来的にルーマニアが外国から融資を受けることを禁止した。1980年代、チャウシェスクは、対外債務返済のため、あらゆる農産物や工業品の大量輸出を行い、国内では食料の配給制が実施された。 一連の強引な気が輸出により、ルーマニア国民は、日々の食料や冬の暖房用の燃料にも、ことかくようになり、停電は当たり前になるなど、国民生活は、次第に、困窮の度合いを深めていった。1980年代のルーマニア国民の、生活水準は、着実に下がっていったにもかかわらず、国民には、対外債務返済のための一時的なものであり、 最終的には利益になると説明された。対外債務は1989年末までに完済したが、大規模な輸出政策は同年12月に革命が勃発するまで続いた。チャウシェスクは政権獲得当初こそ国民から高い支持を得ていたものの、1980年代にはその人気は低下していった。 1989年頃になると、チャウシェスクはもはやルーマニアの現状を受け入れるこすらまま、ならなかった。1980年代末、一般市民がろくに商品がない商店の前に長い行列を作っている中、チャウシェスクが商品で一杯の店に入り、大量の食べ物を抱えて芸術祭を訪問する対照的な姿が、国営テレビでたびたび放映された。 食料配給のための軍の派遣部隊は、チャウシェスクが訪問する店へ先回りし品物を補充して、チャウシェスク政権によって達成された高い生活水準を演出し、またある時には、チャウシェスクが訪問する農場に、国中から手配した栄養10分の畜牛を放ったりもした。1989年当時、ルーマニア国内のテレビでは、記録的豊作であると宣伝されたが、 当時の平均的なルーマニア国民が経験した、窮房との落差、矛盾は、どうやっても説明がつくものではなかった。国民の中には、国内の窮房をチャウシェスクが知らないのではないかと、考え、チャウシェスクが各地を訪問する際に嘆願書や不満を、訴えた手紙を手渡す者もいた。しかしチャウシェスクは、それらの手紙を受け取ると、それをすぐに秘密警察の人間に渡した。 これらの手紙をチャウシェスクが実際に読んだかどうかは今、なお不明だが、いずれにしても単願書を渡すことは、非常にリスクが大きく、国民は、次第に、それを思いとどまるようになった。チャウシェスクは、ルーマニア経済の実情については、側近から良い報告しか受けておら、本当の国内事情を把握していなかったとされている。この他にもチャウシェスクは、首都ブカレスト市内に、 国民の館と呼ばれる巨大な宮殿を建設し、当や国家の養殖もチャウシェスクの家族、親族30人以上が独占していた。こうした一般庶民の生活を顧みない政治姿勢に国民は失望し、人気も支持も低下していった。1985年、ソ連でミハイル・ゴルバチョフが推進するペレストロイカの影響で、東欧でも自由化。 民主化の機運が高まると、なおも個人独裁に固執するチャウシェスクは国際社会で一層孤立することになった。東西両陣営から欧州統合の障害とみなされ、第二次大戦後初となる GCB の剥奪にまで至っている。1989年にポーランドで民主的な政権が成立するなど、東欧革命の余波がルーマニアにも波及することを恐れたチャウシェスクは、 チェコ事件の時とは反対に、ワルシャワ条約機構軍による軍事介入ソ連に要請した。しかし、ソ連のゴルバチョフはシンビオグラード宣言に基づきこの要求を一周し、チャウシェスクは事実上ソ連に見限られる形となった。チャウシェスクはなおも権力の維持を図ろうとするが、首都ブカレストを含めて全国規模で暴動が勃発。 チャウシェスクは軍隊による発砲を含む弾圧で事態に対処しようとするも、国防大臣、ワシーリ・ミリアはこれを拒否。その後、ミリアが不審な死を遂げ、チャウシェスクにより処刑されたという噂が広がり、それまでチャウシェスクに忠誠を誓っていた、ルーマニア国軍も政権に反旗を翻した。同年12月に起きたルーマニア革命でチャウシェスクは、完全に失脚し政権は、崩壊。 12月25日、逃亡先のトゥルゴビシテにおいて、革命軍の手によって、妻エレナと共に公開処刑、重殺刑され、チャウシェスク夫妻の没後、ルーマニア全土の病院は、革命の犠牲者数について、6万4千人という数字よりも、はるかに低い、1000人未満という数字を報告した。1990年、自由選挙による議会が開かれると、野党側は、 与党旧国戦線を激しく追求した。これは後に、旧国戦線が、右派、ペトレロマント、左派、イオン・イリエスク、後の社会民主党に分裂する縁因にもなった。末期のチャウシェスク政権は、他の長期政権同様、チャウシェスク本人ではなく、高級官僚化した党幹部らが、実質的な権力を握っていたとされる。当時の党幹部らは、 革命の際に国外に脱出しており、真相は明らかにされていない。実際の革命の現場でも、集会の場にルーマニア人のジャーナリストがおらず外国の報道機関しかいなかったこと、国軍、大統領親衛隊の能力を超える武力が行使された形跡があることなど、未だ解明されていない点が多い。1999年12月、革命10周年にあたって、 ルーマニア国内で行われた世論調査によると6割を超える国民がチャウシェスク政権下の方が現在よりも生活が楽だったと答え同国政府を驚かせた市場経済の停滞と失業者の増加により生活が悪化したことなどから国民の不満が高まり各地の工場や炭鉱ではストライキが頻発した現在もチャウシェスクの負の遺産として残されている国民の親方は 観光地化され、世界中から多くの人々が訪れている。妻エレナとの間に二男一女がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。